Albert Einstein wrote as follows: The important thing is not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity. アインシュタインはこう書いています。大切なことは問うことをやめないことだ。好奇心はそれ自体に存在価値がある。永遠についての謎、生命についての謎、そして現実の驚くべき構造についての謎を考えるとき、人は畏敬の念を感じざるを得ない。毎日その謎をほんの少しだけ理解するだけで十分なのだ。決して神聖な好奇心を失ってはいけない。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。では皆さんをですね、ペルー北部のチャンチャン遺跡へ案内いたします。このチャンチャン遺跡でですね、私は大変重要な意味を持つ像を発見しました。それを説明する前にですね、まず皆さんにチャンチャン遺跡を見ていただきたいと思います。これがチャンチャン遺跡です。広大な、と言いますか、60万人近い人が一時は住んでいたとも言われています。チャンチャン遺跡です。で、こうして、岩をですね、加工した遺跡が残っているというわけです。大変精緻な遺跡であることがわかります。一見するとね、なんとなくこうコンクリートをね、固めて作ったように見えますけども、そんなものは当時はありませんでしたね。ともかくもこれがチャンチャン遺跡です。こうして岩をですね、くり抜いて、こうした遺跡が作られているということです。そしてそれが現在に残っているということですね。こうした事実をですね、どう受け入れるかというよりも、どうこうした遺跡についてですね、考え続けるか、もっと言えば、アインシュタインが言ったように、問い続けるかということになるのではないでしょうか。なぜ、どうして、何のために、というふうにですね、普通、住居のためであるならば、ここまでは手を加えませんよね。ともかくもこれが、チャンチャン遺跡だということです。この下半身が蛇だというところにもちょっと注意してくださいね。それは今回は触れませんでした。チャンチャン遺跡です。で、この像なんですね。これについての検証はもう少し後でしますけども、この像を見たときに私はやはりドキッとしました。これがチャンチャン遺跡の神ということになるわけですね。その証明ももう少し後でします。まさに神です。で、ナスカ理論によって簡単に説明します。このチャンチャン遺跡からナスカに線を引いてみます。するとナスカには線があります。この左上から引いてきた線が、これがチャンチャン遺跡から引いてきた線です。そして滑走路があります。ただ、この滑走路はですね、やや曖昧と言いますか、線は重なるんですけどもね、やや何本かあるような感じの曖昧な滑走路です。なぜか、どうしてかということなんですね。で、今この黄色い線はチャンチャン遺跡から引いてきた線です。このラインですね、滑走路です。緯度経度はここに示しておきます。なぜこの、チャンチャン遺跡からのラインはですね、はっきりしないかということになりますと、それは反対に考えてみればわかるんですね。これがペルー北部です。ほとんど、エクアドルに近いところですね。この赤いところがチャンチャン遺跡。そしてここにオツスコがあります。このオツスコの検証も以前いたしました。そしてこれがシカンですね。このシカンの検証もしました。で、もう一つですね、忘れていけないのがシパンです。ここでは、いろんなものが発掘されています。で、この黄色い線がですね、ナスカラインなんですね。で、このナスカラインの上に、チャンチャン遺跡、それからシパンが重なっているということです。ですから、一本の滑走路でこの3つの箇所を示しているんじゃないかと思います。そこで注意していただきたいのがですね、この、アーティファクトの目が青いということです。ここが一つの今日のポイントということになります。で、この、チャンチャン遺跡のこの、神様はですね、肌が白いですね。この肌の白い神様が、残っているのは、私が知る限りこのチャンチャン遺跡だけということになります。彫刻でね、あるいはレリーフでね。で、この目はね、よく見ますと、なんとなく青く見えますね。右の、その、チャンチャン遺跡の、像のですね、なんとなくです。そこでよく似た像がですね、中国の三星堆にあります。これが士官ですね。今、先ほど言いました士官です。右が三星堆のアーティファクトです。で、この二つを比べていただきますと、大変よく似ていると言いますか、同じということはわかりますね。金で、基礎を作り、そして耳が大きくて長いということ。そして特に目を見ていただきたいと思います。つり上がった目。それから、そしてコバルトブルーのね、綺麗な目をしているということです。この士官で、チャンチャン遺跡のね、すぐ近くの士官でこのような像が見つかった。それから、インカの像でこのようなタップはみんな目が青いですけどもね。この目が青いってところに注意してください。で、一番右がアステカです。メキシコのアステカです。みんなこのコバルトブルーの美しい目をしています。なわち、これら、三者はですね、同じ神と私は考えています。で、トゥリンギットのインディアンについて、ちょっと説明しておきます。これはマタベイさんという方がね、教えてくださったんですけども、このトゥリンギットの、この、円筒印象ですね、この、くるくると回して印に使うんですけども、この下の方にエイリアンらしき人が描かれています。目がつり上がっています。で、アステカの、神も目がつり上がっている。ということなんですね。で、アステカの神様をずっと集めていましたけども、目がつり上がっている。色が塗ってあるのとないのとありますけども、基本的には目がつり上がっているわけですね。共通しては、目がつり上がっている点が、共通しているということです。で、このように、アステカでも、同じようなものが見つかっているということですね。で、なぜトゥリンギットを、マタベさんが教えてくださったかと言いますと、このトゥリンギットのいわゆる北米インディアンですけども、の文化と日本の北海道の中心とするアイヌ民族との、もっと言えば縄文人との共通点が大変多いということです。で、右がアステカの、アーティファクトです。そしてそれは、私たちがグレーと呼んでいるエイリアンの目と大変よく似ているということですね。このグレーはサンシェルターの、なんて言いますかね、膜をですね、目に貼り付けてますね。これがトゥリンギットのある位置ですけども、カナダの国境と接しています。これトゥリンギット族です。見てお分かりのように、日本人と顔が区別をつかないというわけですね。そして、ここですね、日本のアイヌとは文化的共通面が多く、表敬訪問を毎年繰り返していると。で、アイヌピーポーですね。それで、トゥリンギット族。ここがトゥリンギットという場所ですね。そして、左がアイヌ。で、右がアステカになりますけども、距離はほとんど同じなんですね。で、中央にトゥリンギットの円筒印象がある。それからアイヌ。アステカと、同じように並んでいるということですね。これは、ほぼ一直線と私は考えています。ともかくもこのような関係にあるわけです。そして目が青いということですね。そして、エイリアンであるということです。で、今言いましたように、ここに北米インディアンがいるわけですね。ですから、右下はこれ、インカの、ペルーのインカですね。して左上が、いわゆるスウェーデンで、ノルウェーで見つかった、ブローチです。で、中央がトゥリンギット族の、円筒印象ですね。そして、三星体。そして、一番左がこれ、エジプトの壁画です。で、アステカと。こういうことなんですね。で、目が青いと。共通して目が青いということですね。目が青くて金髪のその人種がこの地球に生まれたのは今からたった8000年前だそうですね。で、ここで注意していただきたいのは、ここで白い皮膚と言いますかね、白人が出てきたということです。そういう意味で、このチャンチャン遺跡の、いわゆるアーティファクトにおいてはですね、この、いわゆる肌の白さを表現したものがあるという点で、私は注目しました。で、ミトラと比較しています。で、ミトラとこのチャンチャン遺跡のこの像との共通点はですね、7本の光線を持っているという点です。で、ミトラは、ノルディックですね。その証明も少し前にしました。なわち7本の光線であり、そして肌が白いと。で、目の色も青かったと考えています。その7本の光線は現在、10の像の7本の光線へと繋がっています。ミトラから、そして、長い歴史を経て、フリーメイソンと繋がっていく。そのフリーメイソンがアメリカに送った像ということになります。で、もう一つ共通点があります。尺なんですね。棒なんです。これは真剣を表す棒です。紙であるということを表す棒なんですね。尺です。で、この尺をですね、今、一番左のミトランが代行して持っています。一番右にいるのがアフラマズダ。そして中央が王ですね。大体王を中央に書きます。そして、アフラマズダが王剣ですね。これはリボンのついた王剣を今渡しているところです。この地方をお前に支配させるぞという、そのシンボル的なアイテムですね。そしてそれがチャンチャン遺跡の壁画にも描かれています。中国をご覧ください。こうして、ペルシャと、そして、南米とがつながるということです。チャンチャン遺跡の王もですね、頭の後ろに、そのリボン付きのリングをつけていると考えられます。で、アフラマズダ。一番左のがミトラですけども、このミトラが持っている尺、棒に注意してください。日本では不動明王がこの尺を持ってますね。日本では不動明王というのはエンリールです。で、こうして左右を比べてみてください。尺を持っている。こうして共通点がつながっていくわけです。ミトラと、それからチャンチャン遺跡の、神ですよね。隣のおじちゃんやお兄ちゃんは掘りませんのでね、誰だってそうでしょ。神様を掘ります。そして一番右がアフラマズダです。みんな尺、すなわち、真剣、神、私は神であるということを表す真剣の尺を持っています。そして並べてみてください。左がチャンチャン遺跡の神様、中央がミトラ、そして右が、自由の像ですね。そして下が、レリーフですけども、この中に描かれているミトラが代行してその真剣の棒を持っています。ミトラですね。そして、その光線が一番左は7本、7っていう、ミトラの、比数額が織り込まれているということになります。で、もう一度この、ペルー北部を見ていただきたい。ここにチャンチャン遺跡、そして、このシカン、それからシパンがここに繋がっていると。そしてそれがほぼ一直線上にあるということですね。こうした遺跡が並ぶということは、ライン理論では珍しくありません。ラインテリトリー理論というのを私は発表しています。で、ここにはミトラがいた。その可能性が大変高いということですね。ミトラがいたと言って考えても間違いないのではないでしょうか。今はまだね、ややファンタジーっぽい仮説の段階ですけども、私は次のように考えます。つまり、この辺りには神々が入れ替わり、立ち替わりやってきていた。ミトラもその中の一人であった。そしてその痕跡がペルー周辺に石組みとして残っているということです。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about petroglyphs of the Parcas culture in Peru. Petroglyphs of the Parcas culture, probably made between 500 and 400 BCE, important Andean society between approximately 800 BCE and 100 BCE, with an extensive knowledge of irrigation and water management. The people in Parcas left very strange petroglyphs of people on a hill, and about those people on a hill, no one knows who they are and where they are from. No one except me, Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ナスカ平原のグランドクロスの北西 13.5 キロの丘の上に奇妙な線画があります。紀元前500年から400年頃に描かれた線画と言われています。人物像ですが、それが誰であるのか、どこから来たのか、この私、林博を除いて誰も知りません。今日はその謎の線画について私の答えをここに示しておきます。私のライン理論及びナスカ理論を応用すれば、その謎は簡単に解くことができます。まず皆さんをナスカへ案内します。この中央やや左より下にあるのがナスカ平原です。ここにグランドクロスと呼ばれている大十字架があります。長さが10キロ前後ですね。幅が20メートルから40メートルの線です。この中心点から、この地図ではやや右寄りのところに 13.5 キロのところにその線画があります。丘の上にやはり書かれています。その線画をまず見ていただきますけども、これが何であるのか、誰であるのか、どこから来たのか、今のところ誰も知りません。この線画なんですね。で、この謎解きに今日挑戦してみます。これが今の線画のあるあたりの様子です。かなりデコボコしているところに注意してくださいね。そして今見えてきます。この丘なんですね。この丘のこの丸いところにあたりにその線画があります。こんなところにですね、線画があり、その前に滑走路があるということですね。林博のナスカ理論によれば、こうした、ランドマークはですね、その滑走路の行く方向を示しているということになります。で、ここにその線画があります。で、奇妙な線画なんですね。そしてこれが下のがですね、現地の写真です。で、ライオンのような絵が描かれているわけですね。そして頭からですね、長い髪の毛が伸びています。のようなものが伸びていると今のところは言った方が正しいんでしょうか。で、彼らは誰なのか、どこから来たのか、ということなんですね。で、これについての林博の結論を出しておきたいと思います。これがその線画ですけども、現地では別の名前で呼ばれているみたいですけども、パラカス人文化のね、この辺りパラカスって言うんですけどもね、いわゆる超頭人間、コーンヘッドが、の骨が発掘されているところです。で、こうしてもう一度この絵を見ていただきたいんですけども、これは誰なのか、何の絵なのかということもありますね。で、林博のライン理論を使えば、この謎も簡単に解けるということです。で、真ん中に左から2人目に大きい人、そしてあと3人、描かれてますね。髪の毛の長い人が。ここに注意してください。では、ナスカ理論、およびライン理論で証明します。ナスカ理論によれば近くに滑走路がある。その近くの目的地が、こうしたランドマークとして表現される。ということになりまして、その近くに一本の滑走路があります。古い滑走路であり、少し見にくいんですけどもね、先ほど見ていただきましたように、この辺り結構デコボコしていてね、この辺りにラインがあるなんてことは、車の乗ってる人からは見えませんね。しかし、高い空から見るとそれが見えるわけです。で、これがですね、この上のライン、が、滑走路というのは2本の線でできるわけですけども、下のラインがですね、ストーンヘンジへと向かいます。で、基地角 36.93。あれ、これはかなり正確に出るんですよ。そういう定数を伸ばしてますと、ストーンヘンジいくつ。これ逆にですね、今度は、ストーンヘンジから、この滑走路に線を引いています。まあ、こうした手法を使うわけですね。大方、目安をつけておいて、今度は逆に、先方から、こうした滑走路に線を引きますと、より正確に、このラインの方向がわかるというわけです。で、この黄色い線を見てください。下の線です。この下の線は、まあ、右の方からですね、UK のストーンヘンジから引いてきた線です。ぴったり重なりますね。ということは、このラインは、UK のストーンヘンジの方を示しているってことになるんですけども、まあ、ストーンヘンジの線は別にありますしね、エイブベイリーの線もありますので、どうしてこんなところにストーンヘンジがあるかということなんですよね。おかしいと思われるでしょ？ストーンヘンジの線にしては、まあ、規模が小さいんですよね。で、検証しています。そこでもう一度このラインを見ていただきたいんです。左がですね、ナスカです。そして右がストーンヘンジですよね。そして今先ほどの線画とストーンヘンジをつないだ線がこの中央の黄色い線です。この線を注意深く見てください。皆さんも座標を示しておきますから、線でつないでみてください。そうするとですね、寸分の狂いもなく、この山にやってくるわけです。この山にやってきました。標高2810メートルのロライマ山ですね。通称、ギアナ高原と言われているこの山です。この山に寸分の狂いもなく進捗線下にやってくるわけです。これがギアナ高原です。ロライマ山ですね。まあ、現地でも最も神聖な山として、まあ、位置づけられています。まあ、当然ですね。こうした山なんです。まあ、ギアナ高原ですね。まあ、以前調べましたんですけども、このギアナ高原には何かがありますね。それは今言いましたように、ナスカとストーンヘンジをつないだ新直線下にあるわけですけども、今日、ややずれてたんですけどもね、今日、結びました線画と、まあ、ストーンヘンジをつなぎますとね、そのラインはこのギアナ高原、すなわちロライマ山のまあ、上を通りますかね、進捗線下にあるということです。で、調べてみますと、ここに出てきたのが、ペモン族なんですね。ペモン族。このペモン族の不思議なところはですね、周辺の民族とは顔の形と輪郭であるとか、肌の皮膚の色が違うんですね。ですから、まあ、それはいろいろと議論されているようです。で、これがペモンインディアンです。そのペモンインディアンの、まあ、これベネズエラの、まあ、公式の、いわゆるペモン民族についての記録です。で、この記録を読んでみますと、大変興味深いことがわかります。これがペモンインディアンズですね。いわゆるギアナ高原の近く、まあ、後方にギアナ高原が見えますね。で、これがペモンインディアン。この周辺に住んでいるインディアンです。このペモンインディアンを調べたら、大変興味深いことがわかりました。それがペモン神話です。ペモン神話についても長い、記述がしてありますので、まあ、簡単に言いますとですね、まあ、ある時にですね、ウェイという、まあ、男というかね、太陽というのは、まあ、意味だそうですけども、ウェイという男がですね、川のそば行きますと、音がしたと。で、見てみると、まあ、ある小さな女性がいたと。で、次の日行ってみたらまたいたんでね、まあ、捕まえようとしたんですね。その女性っていうのは、大変長い髪の毛を持っていて、それがですね、足まで届くような、とても長い髪の毛を持っていたっていうんですよね。で、そのウェイがですね、その女性の髪の毛を取って捕まえたんですね。そしたらその女性がですね、どうか私を捕まえないでほしいと、代わりに別の女性はあなたのところを送るからっていうことで、まあ、その場を逃げたわけです。で、そのウェイがですね、いますと次の日に白い肌の、まあ、女性が来るわけです。で、それ、まあ、しばらく一緒に過ごすんですけども、家は行かないと。そして、まあ、色がね、肌の色が違うということで、次の日に今度はね、黒い肌の色の人が来るわけです。で、3年目に赤い肌の人が来て、まあ、めでたしめでたしというような話なんですね。まあ、これはペモン族の神話です。で、ここに出てくる、神話の登場人物ですね。髪の毛の長い、女性、そして太陽という名前の、男。ですね。ウェイですね。ウェイというのは太陽という名前だそうです。ですから、ザ・サンと書いてありますね。こうしてその物語が流れていくわけです。それが、いわゆるペモン族の神話ということになります。まあ、ラフな訳で、ごめんなさいね。というようなことが、まあ、ずっと神話で書いてあるんですけども、まあ、その女性がですね、その都度、肌の色を変えて、そのウェイのところへやってきて、まあ、最後は一緒に過ごすっていう話から、まあそのペモン族の神話が、第1章、第1話が始まるわけです。で、もう一度ここを見ていただきたいんですね。足まで届くようなとても長い髪の毛をと。ってことなんですね。そして、白い肌は、違和感があったっていうことなんでしょうね。次の日に来たら、今度は黒い肌になっていた。それでも違和感があった。で、3番目に、赤い肌の女性がやってきて、まあ、めでたしめでたしというような話なんですね。で、検証しています。で、この頭を見てください。長い髪の毛になってますね。これ飾りかなと思ったんですけど、髪の毛と判断するとよくわかりますね。そして長い髪の毛です。下の方まで垂れてるっていうふうに考えるわけですね。そして、この右に、その右にのが、これは太陽を表す。いわゆるウェイと考えられます。顔からですね、光が放ってますね。ですからこれは太陽、すなわちウェイであると。素直な解釈ですね。そして、この女性でしょうけどもね、これは肌の黒い女性であったと。で、それじゃ違和感があったので、白、黒、そして今度は赤い肌の女性がやってきて、そして、まあ、ウェイと太陽とね、太陽という名前のウェイとめでたしということになります。で、結論ということになります。で、ここが重要なんですね。足まで届くようなとても長い髪の毛を持った小さな女性と書いてあります。ですから小さいですね。いいですか？全部一致するんですよ。長い髪の毛で小さい。そして、ウェイがそれを見て、太陽という名前の意味をする、太陽という意味のね、ウェイという、まあ、この男がですね、まあ、その女の子の髪の毛を捕まえる。で、それに対して、私を捕まえないでほしいと言って、そして、まあ、その、次の日に黒い、肌の人が送ってきて、最初は白ですね。白、黒、赤と来るわけですね。そして、めでたし、めでたしということになるわけですね。最初の小さい髪の毛の長い女の子っていうのも、ウーマンはね、白い肌をしていたそうです。で、それが、こうした丘の上の線画として描かれたというふうに考えると、とっても素直に解釈できるんですね。ここで登場するのが、まあ、ライン理論ということになります。が、しかし、皆さんはこれでは満足なさいませんね。では、もう一つだけ事実を今日並べておきますので、ご覧ください。これはですね、やはりその、いわゆるまあ向こうじゃ、インディアンって言わないでアメリカンとも言ってますけども、そうした人たちのアーティファクトが見つかりましたので、皆さんに紹介しておきます。この中に出てくる、そのアーティファクトとですね、先ほどの線画と、まあ、どこか似てると言いますかね、コンセプトが似てるということです。いかがですか？これが私の、まあ皆さんにお届けできる答えということになります。と同時にですね、私のライン理論、並びにナスカ理論の正しさをこうして証明することができました。つまり、そうした二つの理論を応用することによって古代の謎を解くことができるということです。どうかご利用ください。Thank you very much for watching and bye!